うまい、うまいぞ、すごい、どんどん近づいてる、奥にいいですね。これは間違いなく城西高校で暴れてたバッターだろうな、うん、だから試合出てねんだよ公式1回しか大きく出させんな、こんなとこで生きてたらレギュラーだろうがよ先生、あれやってズバンズバンズバンなっちゃった。俺の3年間野球した時ね、うん、バット立ってサラサラ交代誰もわからんそれ、サラサラ三振ね、見逃し三振の今回は10日前の運動できるチームでやってきました。おう、はい、運動できるチーム、運動できる、ちょっとなんか俺語弊あるんだよな、できねえんだって運動はもう。いや、できるやん。2番目に早かったよ、愛知県で。まだそれ言うの。というよりも10年前だよ。愛知県で2番目に800m 速いでしょ、この人。俺三振出た、俺。人生の始まり。でもなんか思い切ってて良かったっすよ。振っても振らなくても思い切ってるからすごい良かったっす。結構振れてたっす。いい、なんか次に繋がるあれでしたね。いや頑張ります、守備頑張ります。こいつ補欠だ俺と同じ星光の野球だ。星光の野球じゃん。試合出て活躍してるから。してないって、ドラマン。次中学校ですね。こちら軟式野球やってました。でこちらなんとキャプテンで、これがレギュラーです、ね、キャプテンやらせてもらってました。で外野手としてやらせてもらってまして、もうここまでね、もう順風満帆じゃないかと。小中とエースやって、キャプテンもやって、レギュラーがやってきて、で高校どうだったかと。こちら中学校キャプテン、不動のサンドラのコーチはい、公式野球不動ですよ、不動ですよ。なかなかね、不動のサーバーのコーチないですよ、これ。で公式戦出たことあるんだよね。そう、公式戦ね、そうよく言ってました、うん、ただあります。1回投げました、はい、はい、その1回での成績ご覧ください、どうぞ。あ、ごめんなさい、これランナーコーチ僕よくあったと思う。これランコの僕ですね。めっちゃ見てこれ、そう、遠い、そうやってて、遠い、綺麗だな。これが僕の手本のスタイルはい、で成績、かわいい。成績、この、もう、まさにこの顔であるで。でも野球うまそう顔だわ、これは。でも。いや、でもこの顔ですよ。今見たらもうしょうもない顔してるわ、頑張ってました。まあ、練習は真面目にやってたんですよ。で、成績ですよ、みんなで。たった一番の公式戦、はい。こちら、見逃し三振。見逃し三振で、最後、ね、監督からね、そのベンチ持ってて、信じられない顔で。手術交代。死んじゃいません、あの顔、忘れないもん。それが唯一、唯一ここからね、僕涙のベンチ生活が始まるんですよ。本当に涙を飲む生活で、さらにですよ、去年の末かな、でやってる、あ、野球部のね、OB の飲み会で監督がいたわけですよ、当時のね。で、なんか結構当時の話して、とりあえず何が一番困るって、試合に出たがるんだよ。言うそれみたいな。練習熱心でいいんだけどね、まあ、いいですよ、単なるしょうがないから。でも出たがるから、やっぱそれが一番困ってたって。でもうお酒入ってたから、もうってなったけど、もう涙流すぎて来てました、心には。確かに俺の功績残してないもん。でも試合出たし、一試合だけに見逃さんしね。パパパン3年後イエーだんだん、だんだんさ、早くなってない1打席そのくだり。もうちょっと長かった、体感5秒本当に3年間パパパン5体3年間いやいや、もう鉄板すぎる。なんで回したんだ、すいません。もしいつも3年間ね、何年か5秒で表現できる。すごい、パパパン交代が頑張ってたから、そう胸張っているから、ね、いいね、頑張ってたからすごい評価されたんじゃない。いや、だからそれで引退して2年後に監督飲んだら、俊光さん出たがるから困るんだよ。言うな言うな、それいい、つらいね。酔っ払っても言うなっつって。出たいに決まってるんだよ。出たいに決まってるだろう。何のためじゃ入ったんだっつって。やる気は、声大きいんだけどな。当たり前だろ、
出たいんだからアピールするだろ、パブロかよ。じゃあここで一番期待できる男、普通に打っちゃおう。これ絶対にフォームでアウト取らないといけないからね、うん、終わるだろ緊張してるやん、あいつら。うわぁ、簡単に追い込まれた。うわぁ、そう、あれが無理なんよな。ちょ、なんか本気出してきてるかな。やい玉。いや、ちょっと俺マジで打てねえんだな。へこんでるわ、ちょっと。普通にめちゃくちゃ悔しがってますから、ね。1球目、2球目カーブ、そう、あれはびっくりだよ。なぜ僕が三塁ランナーコーチですか。もう典型的な今打席でしたね。手が出なかったもんね。あれが野球人生の全てだったもん。さっきの打席は見逃したしな。マジでマジでめっちゃ蘇ってわ今。メインの動画の中でね、撮るの忘れちゃったんですけど、トシミツポーズを、はい、あります、決めないといけないんですよ、はい、本当忘れてもマジ文句、いや怒らないでね、本当忘れてもらえるから癖にしちゃう。どんどん振ってこ、振ってこ、書いていくわ、たくさん振ってこ、振ってこ、最初どんどん振ってこ、確かに振ってこ、ることないから、うん、見逃し三振は一番怒るからね。